という意味合いというものはですね、今なかなか何て言うんでしょう、お正月っていうふうな印象っていうのは若い方はおそらくほとんどないような状態だと思うんです。と言いますのも、お正月っていうのはもともと農業に関係するところが大きくあるものなんですね。で、1月15日を中心にした数日間のことをお正月と申します。で、この1月15日っていうのはですね、旧暦の1月15日っていうのは正式なものでございます。昔の暦のことを陰暦って言いますよね、月を基準にした暦のことでございます。太陽暦になった、日本の暦が太陽暦になったのは本当に明治以降の話でございまして、それ以前は月の満ち欠けを手がかりとして満月あるいは新月、その間のこの月の満ち欠けというものを一つ大きな意味を見出しながらいろんな行事が重ねられていたわけでございます。で、お正月というのは1月15日を中心にした数日ですよというお話でございます。で、意味合いとしてはですね、予祝という意味合いが非常に大きくあるものでございます。予祝というのはですね、あらかじめお祝いするという字のごとくにですね、意味のある言葉なんですが、例えば代表的な予祝の行事として当地方でいうと縁振りございます。これはまさに 農作業 の、 その仕草というものをですね、儀礼として、そしてあるいは神事として、行って、五穀豊穣を願い、そして皆さん の、 この平和幸せというものを一年の念頭において祈りとして捧げる行事なわけでございます。で、お正月法要というのはですね、この予祝という意味合いとともにですね、牧羊というものが意味として落とし込まれてございます。で、この予祝という言葉について少し掘り下げてみたいと思います。大辞林という辞典を引きますと、ここにですね、このように書いてございます。主としてお正月に年間の農作業の仕草を真似たり、木の枝に餅などをつけて実りを表したり、害獣を追う行事をしたりして、その1年間の豊穣を祝い願う行事、庭田植え、繭玉、鳥追いなどというふうに辞典には書いてございます。繭玉というのはこちら今飾りしてございますが、枝に餅をつけて五穀豊穣、豊穣であることを意味するものでございますよね。これもだいぶ古くなってきまして色が落ちてきたんですが、お正月の時にはですね、なるべく飾るようにしてございます。こちらにも書いてございますが、先ほどお話しいたしましたように、このお正月というのはこの予祝という意味合いがあるわけでございます。つまりは牧羊という意味合いのみならずですね、皆様の本殿における平穏であったり、あるいは繁栄であったり、ご健勝であったり、発展であったり、そういったものも願いとしてお捧げいただく、それが本日のこのお正月法要でございます。で、今のお話を少しまとめてみたいと思います。お正月法要というものは皆様の一年の健勝発展を願いいただきます。それとともに供養の心を捧げていただきます。皆様にゆかりある方、身近な大切な方、そして今に皆様を伝えてくださった先祖代々の皆様へ思いをしっかりとお捧げいただく、そういった意味合いというものがあるんですよということを先にお話しさせていただきたいと思います。で、まず直近のこの上棟式というものがですね、まず一番先に迎える大きな行事になるわけでございます。で、これらにつきましてはですね、年頭にあたって皆様に、まだお手元に届いてない方もいらっしゃるかもしれませんが、お寺からお知らせ届けられていらっしゃるかと思います。で、そのお便りの中にですね、儀式について大まかなご案内させていただいておりますので、そちらをご確認いただきたいと思います。まずこの本堂建設委員会の収支決算報告書というもの、いくつかあるうちの一つなんですが、こちらお手元にあろうかと思います。で、この裏側にですね、儀式についてのご案内掲載してございますので、まだお目通しされていらっしゃらない方はご確認いただきたいと思います。それとお寺代理もですね、
皆様にお届けさせていただいております。話が戻りまして、上等試験について少しご案内させてください。3月6日にですね、上等式を行わせていただきます。で、スケジュールとしてはですね、受付所をですね、境内に設けます。で、そちらにお祝いですとか、あるいはお祝いのお酒をですね、お持ちの方がいらっしゃると思うんですが、その方々はですね、境内の、テントを張るんですけども、テントの中に受付所を用意する予定でございます。そちらの方にお持ちいただきたくお願い申し上げるところでございます。で、11時から法要と儀式始めさせていただきます。法要につきましては青森県内のですね、ご縁あるお寺さん方にもお手伝いいただきましてお勤めさせていただきます。で、お嬢さんたちと一緒にさせていただく法要終わりましたら、宮大工さんたちの儀式が始まります。私も宮大工さんの儀式を見るのは初めてなので、どういったものかちょっとわからないんですけれども、一般の大工さんの上等式は多分見たことある方が多いと思うんですよ。ただですね、宮大工さんたちのものっていうのはちょっと私初めて見ますので、内心とても楽しみにしているところでございます。本堂を建て替える、そしてそれに伴う儀式に立ち会う、何百年に一回の機会なので、ぜひご都合よろしければですね、ご一緒いただきたいなと思います。で、その後に餅まき、正午頃から行います。実は昨日ですね、この餅作りの、投げ餅を作るにあたりまして、お手伝いいただく皆様とですね、打ち合わせをいたしまして、足を故障とかですね、いろいろとお知恵をお出しいただいてですね、打ち合わせをいたしました。3月5日から準備をしてということで、周到にちゃんと準備をさせていただいた上でですね、餅巻きにさせていただきたいと思っております。餅だけじゃなくてお菓子とかも混ぜながらですね、お子さんたちでもこうお祝いをこう分かち合えるようにですね、工夫をさせていただきたいというふうに考えておりますので、この一連の儀式ぜひご一緒いただきたいなと思っております。上等式につきましては、先ほどもご案内させていただいたようにですね、本年のこのお寺からの皆様にお渡しさせていただいておりますお知らせの中にご案内させていただいておりますので、改めてご確認いただいて当日ご一緒いただければなと思っております。なお12月の本草新山式とあと落慶式につきましては、改めて秋以降にですね、内容を詰めた上でご案内させていただきますので、ぜひお力添えをお願い申し上げるところでございます。本年の数字の中にも記したんですが、何百年に1回というこの上等式ですとか落慶式に重なりまして、先代住職の本葬であったり新住職の新山式っていうこの住職1代につき1回しかない儀式がですね、ちょうど重なってしまったんですね。ということで、これはどうしようかと、昨年の先代が亡くなって以降しばらくですね、私かなり思い悩みまして、いろんな方からちょっとアドバイスいただきまして、本年このように決まったスケジュールになったんですが、ぜひ皆様のお力貸していただいて、これらの儀式を務め上げたいなと思っておりますので、ぜひご一緒いただきたいと思います。次のご案内はですね、お寺のことなんですが、さあこれ誰か分かりますか？この中にいらっしゃるんですけど、お弟子さんでございます。これ私がパソコンでスケッチしたんですけど、似てますよね。で、私自身も自分で描いてみたんですけど、やっぱりうまくいかないんですよね。やっぱりこうイラストに向いてる顔と向いてない顔ってのがあるらしいです。で、太陽さんですよね。後ろにいらっしゃいますけれども、非常に、この2年間、お寺にいろいろなところでですね、力を貸していただいてございます。で、これから一層ですね、皆様にいろんな分野でですね、力を注いでいただくべく、これまで準備してきたんですが、少しだけ紹介させてください。太陽さんはですね、就活カウンセラー1級っていう資格を持ってるんですね。就活ってこの就職活動じゃなくて、このエンディングっていう意味の就活でございます。昨今ですね、いろいろな
難しい事情っていうんでしょうか、もうこれまではあまり考えなくてもよかったことを考えないといけないような、そういうあの向きが強くなってきたんですね。でこれはやはりある程度専門的な知識が必要な分野になりつつございまして、で私一人だとやっぱりちょっと限界があると、やはりその道のしっかりと勉強した方にですね対応いただかなければならない事案というのはたくさん私も触れてまいりまして、で太陽さんがこちらのお寺にいらっしゃるにあたって、まず一番先にお願いしたのは、その就活カウンセラーの勉強してください、資格を取ってくださいということでございました。ということでもうすぐにですねあのいろいろと勉強していただいて、もうあの資格もお持ちでございます。でいろいろなお悩みですとか ありましたら、お気軽にこの太陽さんにですねお聞きいただきますれば、いろいろな方法というものをですね一緒に考えていただける状態にございますので、ぜひ何かありましたらですね頼っていただければと思います。それに関連してなんですが、今年も就活カフェ、これ去年からやってございます。4月と10月にこの就活にまつわるものをテーマとして、去年は葬式をテーマに開催をいたしました。去年は葬儀屋さんにも来ていただきまして、私がお話させていただいて、葬儀屋さんにもお話ししていただいて、そして就活カウンセラーである太陽さんにもお話ししていただいて、皆さんで一緒に葬式について一回考えてみましょうという会を設けました。で4月はできたんですが、10月は感染者が非常に増えた関係もありまして、中止いたしました。で今年もですね就活カフェやっていきたいと思います。で4月と10月に今年も開催させていただきたいと思っております。で今年からはですねしばらくテーマを統一して、お墓についてということを取り上げていきたいと思っております。このお墓についてというのはかなりですね悩ましいところだなと感じている方、実はかなり多いのが現状でございます。本年普賢院におきましても、本堂を建て替えるその一連の事業の中で合葬墓を建立されます。それはなぜ作ることになったかというと、そういった作った方がいいであろうというふうな事情がたくさんあったからでございます。そういったお寺に新しくできる合葬墓の内容も含めまして、お墓をテーマにですね皆様とこう一緒に考える時間というものをですね設けたいなと思っております。一番先にもお話しいたしましたように、小正月っていうのはですね一年の健勝発展を願う予祝っていう意味合いとともにですね、供養の心を捧げる供養という意味合い、そういった2つっていうテーマがですねある行事であるということを改めて最後にお伝えさせていただきたいと思います。今年は健康で過ごせますように、今年はこんな一年にすることができるようにしっかりと過ごせますようにですとか、そういった本年への願いをお捧げください。それとともに皆様がの大切な方に対するお心というものもしっかりとお捧げください。そういったお正月法要を1時からご一緒させていただきます。で、昨年からもそうなんですが、で今回も途中お焼香をご案内いたします。途中お焼香をご案内いたしますので、こちらの方にこれから焼香を続け出しますので、こちらの真ん中に焼香箱を用意いたします。途中ご案内いたしましたら、お一人ずつお進みいただいてお焼香いただきます。そうしましたら、お焼香を得た方から3回という形で今回も法要の方を行わせていただきたいと思います。それで順次お進みいただくわけでございますが、前列の方からお進みいただきます。前列の窓側の方から、窓側ってこちら側でございます、窓側の方からお進みいただいてお焼香をいただいて、そしてそのままご参拝という形にさせていただきたいと思います。1列目の方がありましたら、2列目の方がまた窓側から順次お進みいただいてお焼香をいただいて祈りをお捧げいただきまして、終わりましたらご参拝、そのような形でご協力いただきたいと思います。それでは間もなくの開式でございますので、一度休憩を挟ませていただいて、皆様もおトイレ行かれる方をおトイレ行っていただきまして、今後のお時間お迎えいただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。